ビニャン、交渉、シティオブ・ビーニョンは、フィリピン共和国のルソン島のカラバルソン地方のラグナ州の独立市である。マニラの約 34km 南に位置し、フィリピン国鉄、メトロ・コミューターと南ルソン高速道路でつながる。ビニャンは、マニラ首都圏の郊外住宅地であると同時に、国内最大の工業団地と自由貿易地区がある。 2010年の市政以前、ピニャンは最も裕福な町だった。2010年時点の人口は約28.3万人で、ラグナ州で4番目に大きい。アルベルトマンションの崩壊、ピニャンには雨季と寒気がある。6から9月は特に雨が多く、年間平均降水量は200ミリメートルである。郊外の山のおかげでこの地域は涼しい。1571年6月末。 フアンデサルセド船長が上陸した場所をビニャンと名付けた。ミゲル・ロペス・デ・レガスピーがフィリピン災害でアジア2位のバエコの側にマニラを設置した1ヶ月後だった。1688年、バエコ州の州都がバエからパガサンジャンに移った。ビニャンはタブソから分離した。1791年、ビニャンからサンタローサが分離した。1869年、 ホセリサール少年と兄のパシアノがビニャンを訪れる。彼らは旧市街地のおばの家に泊まった。ここでホセは初めて公的教育を受け、マニラで進学するよう勧められる。ビニャン広場にはホセの像が立っている。ローマカトリックが多数派だが、モルモン等の他のキリスト教を信仰する者も,もいる。ありがとうございます。